おはようございます。次男ガバオ2代目店主長谷川です。あなたの額縁選びのお手伝いさせていただいてます。ここいつも僕が歩いてる、中央線高架下の、一本道なんですが、その高架下の、ね、スペースを利用して、いろんなお店入ってるんですね。改めてちょっと見てみたいと思いますが、ここは何ですかね。喫茶店カフェ、コーヒー屋さんですが、カフェですね。で、ここがちょっと日がこプレイスっていうね、フリーペーパーをね、企画展示してるスペースなんですよ。これってどういうビジネスモデルなんですかね。フリーペーパーだとお金取れないですよね、きっとね。ちょっとよくわかんないです。今度機会があったらぜひね、覗いてみたいと思います。面白い店があるんですね。で、こちらがアトリエ店舗さん。アトリエ店舗さん。なんかちょっと、本にですね、細かいこと書いてあるんですけど。絵とデザインなんで、うちにもちょっと関係ありそうなお店も入ってるみたいですけど。ね、ここはペットグッズのお店ですね。あとここは、お食事ができるところですかね。はい。ね、高架下のスペースを利用してこういうお店が入っています。東小金井駅からすぐですね。はい、次男ガーバの長谷川でした。